どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。さあ、今回はジャガモンド斉藤の鮮度ゼロドラマレビューのコーナー第2弾でございます。はい、鮮度ゼロドラマレビューコーナー、今回第2弾、私がレビューする、ドラマは東京 MER 走る緊急救命室、イエーイ。こちらは2021年7月4日から9月12日まで TBS 系日曜劇場枠で放送されたテレビドラマ、主演は鈴木亮平さんでございます。2021年で、今2024年の4月なんで、だから3年弱は、遅れてしまいました。リアルタイムで見ていた皆さんはいかがだったでしょうかね。どう見ていたのか、まあ、これ非常に話題だったのはもちろん覚えてますし、コロナ禍でね、で、当時まだ僕実家で、親は見てたんですよ。で、ちらっとこうリビング行って見たりすると、こう CM ね、東京 MER がこう CM にこう行くときに、提供の時間あるじゃん、提供が出るとき。そのときに上下で、なんか医療従事者の皆様本当にいつもありがとうございます、応援してますみたいな、まあテロップが入ってて、それですごく当時そこだけ見て、あ、すごいなって感動しました。っていうのも、当時、コロナ禍でね、で、医療従事者の人が、ちょっとその、保育園だとかなんだとかっていうとこね、ママ友からちょっとこういじめられたりとか嫌がられたりとか、ちょっと差別されたりとかっていうのが結構問題になっていた時期で、で、そういう中でこういう、こう、なんていうのか、エールをね、リアルタイムで送るっていうのは、すごいことだなと。私、当時、ね、トレンドになってたドラマでもあるんで、そういう、こう、多くの人が見る、媒体で通して、みんなにエールを送ってるのはすごいなっていうふうに、当時思いました。はい。今話してどうすんだっていうか、そんな話はいくらでもみんなね、されてると思います。で、この鮮度レビュードラマ、鮮度レビューのドラマレビューは、前も話しましたけども、私がね、ご飯を食べるときに奥さんと一緒に見るドラマが、日本のテレビドラマが最近増えたよと。ちなみに海外ドラマはね、やっぱね、僕字幕で見ないといけないから、見ながらができないんですよ。食べながら見るができなくて、日本ドラマが、まあ、ちょうどいいということで、最近テレビドラマ見る機会が増えたので、それをちょっと遅れながらやっていこうと。最新のドラマについて聞きたい方は、大島康沖のチャンネルに行っていただければというご案内でございます。はい、はい。で、この東京 MER、 これね、なんで見たかと言いますと、僕このチャンネルでも配信してましたけど、 AFA というアジアフィルムアワードという香港で行われた映画祭のですね、レッドカーペットの取材に僕はね、このまま行かせていただいて、で、そこでこういろんな方にこうレッドカーペットの取材して、まあ、黒沢清監督のね、レビューじゃない、インタビューも上がってるんで、よかったら見てもらいたいんですけど、その過程でね、鈴木亮平さんに初めてお会いさせていただいたんですよ。で、その時に、まあ、僕この余計なお世話のチャンネルでもリアルタイムで YouTube 生配信しながら、こうやってたんですね。で、ちょっと音声がめちゃくちゃ悪いんで、見にくい方はすいません。全然無理して見なくていいんですけど、鈴木亮平さんが、その前年でエゴイストで受賞されてて、で、今回も、その流れで、レッドカーペットを踏んで登壇するという流れだったので、鈴木さんにも直接インタビューしたんです。で、失礼な話なんですよ。これも事務所も通さず、香港でやる AFA だからもいきなりそういうことが可能。日本じゃ絶対できないことなんですよね。だからこの YouTube、スマホで回しながら、もういきなり、もう突撃ですよ。もう来た人に、はじめまして、ジャガモンド斉藤という日本で芸人やってる、ものでございまして、今余計なお世話という映画トークチャンネルで、今配信をしてるんですって、そこ一から説明して、どこの不満の骨かもわかんない。で、みんなね、素敵な対応してくださって、あ、もうやっぱここに来る方一流なんだなってマジで思ったんですけど、鈴木亮平さんがね、やっぱね、こうね、僕がね、わーって言った時に、じゃがもん斉藤でどのことでなのでインタビューさせてくださいって言ったら、鈴木ですで、こうペコッとね、もう挨拶をまずお辞儀をしてくださって、そこでもうちょっとあって掴まれて、で、そこからこう質問をしてね、どういう質問だったか、そして後日談はあんこちゃんのチャンネルとかで喋ってるんで見てほしいんですけど、すごくね、素敵な笑顔だし、対応も素晴らしくて、うわーみたいな、良平みたいな、好きだなーみたいになっちゃって、すっかりね夢中なんですよ。はい。それで僕帰国してから、
すぐに、MAR を見たんですよね。もうこれを見るしかない。で、奥さんもすでに見てたら見てて、見ようよ見ようよって僕に言ってたんですけど、まあ、はいってずっとごまかし続けてて、ようやく、一緒に見ました。で、ドラマ、ね、前話と、スペシャル版、隅田川ミッションでしたっけ、そして、その後の映画版まで、全部見ました。はい。ドラマは11話あるそうですね。はい。ということで、まあ、一気に見たということなんですけども、まあ、まず、良平力、鈴木良平さんのパワー、まあ、北見チーフというね、キャラクターでやってまして、過去いろいろあったんだけども、この東京 MER という、その、石田ゆり子さんがね、やってる知事がですね、東京都知事が、まあ、結成した、まあ、チームね、なんであると。モバイルエマージェンシールームというね、もので。で、これは何かというと、要はその、まあ、救急車とかがね、行って、患者さんを乗っけて、で、病院に行くっていう過程があるじゃないですか。でもこれはもう移動でできる。だからもう医師が、お医者さんがもうその、被災地だとか事故後の現場にバッと踏み込んでて、その場で即治療ができて、もう視聴者を出さない。もう、視聴者はというかまあ、死者ね。死者をゼロにする。だからこの名物ですけど、前は、ゼロですわーっていうね、有名なシーンがありましたけれども、やっぱりね、この、北見チーフのね、パワー、鈴木亮平さんの、まあ、スター性もあるし、あとまあ、もともとモデルだったとか、肉体がね、かっちりしててとか、まあ、劇中でも筋トレしてますけど、それもあるんだけど、やっぱ努力だけじゃ出せないこの安心感、安定感みたいなものがね、もともと鈴木さんってもう兼ね備えてる方だと思うんですよ。で、それがもうもろに発揮されている。まあ、ハマり役っていうとちょっとあれなんだけど、ここまでこのドラマの題材にハマってる人、鈴木亮平さん以外今日本じゃちょっといないんじゃないですかねっていうレベルの、まあ、ハマり役なんですね。もう、まあ、事故が起きます。前は事故が起きます。まあ、こんな国嫌だなって思うレベルで、トンネルが落ちたとか、なんかビルが崩壊したとかね、火事が起きたとか、テロだとか、もう前は起きるって、もうこんな国嫌だなって思うんだけれども、その、もう、バーっと事故現場にね、行った時に、医師の北見です皆さん、大丈夫ですよ安心してくださいっていう、この声量とこの声の通り。そして、何々さん、何々やってください。何々さん、何々を。何々さん、何々を。何々さん、何々で行きましょうっていう、この的確な冷静な、こうね、スピード感と指示能力。うわぁ、これも上司にしたいって思うような、先輩にいたら嬉しいって、会社勤めの方必ず思うであろう。この、やっぱ、北見チーフの安定感が、まあ、素晴らしい。そして、周りのね、キャラクターも良くて、音羽さんね、各健人さん、北見チーフの、てかまあ、音羽さんがなんなら一番美味しいんじゃないっていう、各健人が一番役として美味しいんじゃないって思うぐらいいいんだけど、まあ、要は官僚側でね、潰してやろうと、この東京 MER というのを政治的に潰して、赤塚都知事のですね、まあ、策略というか野望を崩してやろうというふうに、まあ、思ってるわけですよ。で、そういう風に、まあ、ある意味、こう、スパイ的な感じで、こう、入ってきているんだけども、もともと医師免許を持っている官僚だから、どんどん、こう、なんつうの、心変わりしていく。まあ、厚生労働省の医系技官ですね。という、まあ、肩書きでしたけども。そこがね、だから、つまりその、北見チーフが成長していくドラマなんじゃなくて、音羽さんが、どんどん心変わりして成長していくストーリー。まあ、そしてそのまあ、中条あやみさんですね。中条あやみさん演じる鶴巻ひなさん。この人も、まあ、若手として翻弄されていくというか、ボーダーラインのエミリー・ブラントじゃないけど、とんでもない現場にもう連れて込まれちゃって、何したらいいか分かんないって言って、右も左も分かんない。でも、周りに影響されながら、どんどんぐ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 ん、こう成長していくっていう。だから北見地方中心に周りがどんどんこう成長していくようなドラマになっている。そして、あと僕が好きなのは、千住さんね。うん。千住さんっていう。千住さん1話2話ぐらいではちょっとこう、まあ、対抗するっていうか、北見チーフに文句言う側。まあ、この人は、要は消防隊員というか、即対応処部隊隊長っていう、うん。東京消防庁の人間で、まあ、要は組織が違う。で、その、彼は、まあ、レスキューっていうのが、まあ、任務なわけだから、ぐいぐい現場に行くんだけど、お医者さんが現場に行くもんじゃないだろうって、まあ、それは僕らとしてもそう思っちゃうんだけど、そういうふうに、思ってるんで、こう、対抗しちゃう側になっちゃうんだけど、すぐね、北見チーフにね、持ってかれちゃうの、心が。
それでもういろんな現場で千住さんねが来るというのがまたいいし、あと橋本さとしさんね、このね駒場さん、駒場隊長ね、がまあ、映画版になるとねスッとね髪を切っててあさっぱりしたななんて一気見すると思うんだけども、駒場さんがねまたねいい役を味を出してたりするし、あと僕地味に好きな鶴見慎吾さん、久我山さんね、これ悪かった悪いやつなんだけど実はねっていうね、もう映画版とかスペシャルあたりになってくると実はねっていうところになってくる、もうかなりもうシーズン2やらなくていいんじゃないかぐらい周りの人物たちがどんどん北見チーフにこう心変わりされていく、持ってかれていく、だから僕なんですよ、もう僕と一緒でもう AFA でこうインタビューして心持ってかれちゃって良平さんってなっちゃった感じで、みんなが北見チーフにもうどんどんこう吸い寄せられていくという、そういうタイプのドラマになってますね。で、あの僕が好きな踊る大捜査線的なことで言うと、まあいわゆる北見チーフが青島で、音羽さんがまあ室井さんですよね、音羽さんね、ごめんなさい、音羽さん、要は官僚と現場の人間みたいな。で、そこで、まあ、官僚なんだけど、根はね、お医者さんだから、どんどん心が変わっていくんだけど、まあ、踊る大捜査線も結局そうじゃないですか。もう、根はポリスなんだから、現場のことを尊重してやっていきましょうよっていうようなことになっていくというのが、やっぱり見事だなというか、そういうまあドラマになってます。で、しかもその、まあ、時事性というか、さっきのコロナ、医療従事者の件も、そうだし、外国人労働者のこととか、なんかそういうこう、時事みたいなものがしっかりこう、入ってきているというのも、まあ、素晴らしい、見事なバランスだなと、思いました。ただ、僕はね、正直ね、映画版がやっぱりどうしても、ちょっとね、そこまで、なんか、掴まれなかったままだったかなという気がしちゃって、よりも、スペシャルの、隅田川ミッションがすごい良かったなという、気がしてます。で、なんでかっていうと、やっぱりその、十何回もドラマやっていく中で、毎回事故が起きて、で、そこにどう対応していくかっていうことは、やっぱり、もう、その、あの手この手やり尽くしてるわけだから、限界が来るんですよね。で、やっぱりその、見とこうもんじゃないけど、やっぱりやばい、絶対絶命ってなった時に、医師の北見ですが来るから、なんか、お、来たーとか、なんかこう横から手がこう来てね、パシッと掴んでるみたいなのがあると。で、逆に北見チーフがこう死にかけた時は、まあ、千住さんなのか、音羽さんなのかが来て、やってくるっていう、音羽さんね、が来てっていう、まあそういうなんていうかね、感じなんですよ。で、ちょっと僕の視点って主観での考え的に言うと、ちょっとね、ウルトラマンっぽいんですよね。要はそのみんな待機してて隊員たちが。で、うーって何かなったら何か駆けつけるっていう感じ。で、その、まあ、チームな感じが、ちょっとまあ TBS だしっていうね、勝手な見方ですけど、なんかちょっとそこのフォーマットにちょっと近いっていう。で、これはやっぱり、ドラマだからできる。その毎回その、現場待機してたら何か通報があって、そこに、東京 MR 了解みたいな感じ、行く、スクースクーで危機があってっていうのが、まあ、繰り返しじゃない。で、ドラマの場合は各キャラクターに、徳丸くん以外のキャラクターに、徳丸くんはなぜか、まあ、徳丸くんはフォーカス当てなくてもいいと思うんだけど、各キャラクターにこうフォーカスが当たってって、そのフォーカスが当たった人物の成長端だったりバックボーンのドラマみたいなのがある中で事故が起きて、でそれをどう救っていくかみたいな感じなんだけども、やっぱりこうドラマのサイズ感がやっぱちょうどいいし、やっぱその映画版だと横浜がねこうビルがバーンってなっちゃってっていう感じで、であんちゃんとかもいいね役回りしてんだけど、やっぱ結局最後の最後までちょっと添え物感、脇にいる感がちょっと否めないし、あと急ね、いつ仲リーサとそんな急接近したんだろうとかちょっとね思っちゃうところもある。その恋愛要素に関して思うに、やっぱりこのドラマの良さって恋愛要素全然ないとこなんですよ。今見返すとそんなに恋愛がそのがっつり描かれてるわけじゃなくて、そこも良さだと思うんですよ。見やすさとしてそこが重要じゃないっていうか、そこを描きたいわけじゃないっていうところがあったんですね。で、その分映画版でやっぱり妊娠してるってなると結構びっくり、あれいつの間にみたいな、そんな交流あったっけみたいなことは
思っちゃったりするんですよね。で、ただそのスペシャルの方がいいって言ったのは、設定がやっぱ上手くて、屋形船が燃えちゃって、それがこう隅田川こう進んでって止めれないと、で各橋の上から何か作戦を組んでいかなきゃいけないっていうのが設定としてやっぱ面白くなるだろうこれはって。で、中条あやみさんね、ひなさんがね、飛び降りる、橋から飛び降りていくところなんていうのはもう、そのもろ彼女がこういかにこう成長していくかっていうドラマと、橋から飛び降りるっていうダイナミックな、まあ、ケレン味がやっぱイコールにちゃんとなってて、やっぱこうエモーショナルな気持ちにバーッとなるんだけれども、ちょっと若干映画版がなんか尻すぼみな感じはちょっとしなくもないかなという気はしました。やっぱその ドラマがちょっとちょうど良かったかなみたいな、うん、でやっぱり僕がこの東京 MER 良かったのは、やっぱりただの医療ドラマじゃなくて、もうこれ要はパニック映画なんですよね。もうタワーリングインフェルノ的な乗り物パニックみたいな、そういう要素、うん、とこの医療っていうバランスが見事で、でその映画版はやっぱりその冒頭で空港のねところで T1 がね、わーっと行って、レスキューして、で、こう、ゆっくり走んなきゃいけなくて、で、後ろでドカーンみたいな、もう笑っちゃって、家で見ながら。もうこれなんだよ、みたいな。ダイハード2じゃねえか、みたいな。そんな気持ちになっちゃうんだけど、なんかそこの、こう、セット感がやっぱりすごく、良かったかなって、思います。で、だからシーズン2、見たいは見たいんだけど、結構、シーズン1、スペシャルドラマ、映画版で、やっぱ結構その、やり尽くしてる感はある。各登場人物の掘り下げもやってるし、事故のいろんなシチュエーション大喜利もやってるし、で、官僚たちとの戦いみたいなところの、ね、最終あたりの畳みかけの熱いところも、あ、やっちゃってるから、新キャラを出していくしかないわけですよね。で、新キャラを出していくってなってくると、どうかな？で、結局同じ繰り返し、結局、医師の北見に、こう、どんどんみんながね、転がりしていくっていうことにもなってきちゃうから、うん、見たいけど、結構頑張んないと、大変じゃないですかって思うぐらいまで良かった。うん。でもやっぱり、なんていうんですかね、この手の、連ドラでいいのは、最終盤3話ぐらいでこう、積み上げてって、どうするんだろうっていう。だから、赤塚知事が心臓病だったとか、北見チーフの過去が暴かれちゃったとかね、鶴見慎吾さんの心変わりとかっていうこののが、やっぱだんだんこう今まで10話かけて振ってきたものを一気にこうぐわーっと最後こう持ち上げて一気に尻上がりになっていく感じとかはやっぱ熱いし、そのみんなが集まってくるアッセンブル感もね、たまらないしっていう。だからこれはやっぱり十何回もやっていくドラマだからこそできる、まあ構成だな。やっぱり日本のドラマが強いっていうか、まあ、見やすくて面白いのって、まあ、そこなんだろうなっていうようなことをちょっと感じました。はい、まあね、でもシーズン2やるってことならぜひ見たいし、北見チーフのね、安心する声をまた聞きたいって、うん、思います。だってこの裏で孤狼の地レベル2で加計美和子さんの目を潰してますからね、鈴木亮平さんは。はい、だからそんなね、差のあるですね、鈴木亮平さんいろんな役できますから。ただこれはダントツでピタッとこう、なんだろう、人間味にはまりすぎてるっていう感じがある。だから、コロンドチレベル2の時は、悲惨なこう、撮影をしすぎて、鈴木亮平さん帰りのホテルへの道がわかんなくなっちゃった。それぐらいこうね、繊細な気持ちの持ち主だっていうことがわかったりしてるんで、やっぱ素敵な方なんですよ。で、その素敵な方はやっぱり、医師の北見ですが合うから、ちょっとね、もう一回見たいって思ってますので、作っていただけるならば、また見たいなと思ってますので、よろしくお願いします。はい。ということで、東京 MER、もうとっくに見たよって方ね、何の参考にもならない動画だと思いますが、ぜひコメント欄でいろいろ感想いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。みんな最後まで見てくれて、ありがとうねー。